ホクホクと繊細に焼き上げられたサワラの実、春キャベツをベースにしたピューレの意外性、しかしこのとろりとした柔らかい甘みがサワラにピシャリと合っている。春が旬のサワラと春キャベツ、互いがうまさを高め合う組み合わせ。サワラ、よし、雪平裏メニュー、その20が使える。雪平、うちの実家の定食屋っすよ。俺も食材はサワラでいきます。雪平の人気メニューを先輩と同じく春をテーマにお届けしますよ。この場合先輩の服装にはコメントいらないの？せっかくの対決に水を差すのは悪いわよ。だね。完成だ。雪平裏メニュー、その20回、サワラおにぎり茶漬けだ。本当は鮭で作る品なんだけど、本日はサワラバージョンにアレンジしてみたんだ。はありがとう。注いであるのは何？塩昆布茶だよ。優しい塩気とコクが食事の締めにぴったりだからね。しかしこれではあまりに普通のお茶漬け、いかにも大衆食堂で出される品といったところだが、さて。じゃあ早速いただきます。いただきま す, いただきます。うまい。サワラの身がすごくジューシーで、何より皮のこのザクザク感、噛むたびに旨味が湧き出てくる。ただ炙っただけじゃこの歯ごたえは出ないわ。一体どうやって？ポワレだ。ん？このサワラ、ポワレで焼き上げられている。ポワレっていうのはフランス料理における素材の焼き方、ソテの一種だよ。素材の上からオリーブオイルなどをかけて均一に焼き色をつける技法だね。教えてもらえるかな、相馬くん。なぜ君がフランス料理の技法を知っているんだい？いや、この焼き方はうちの親父に習ったんですよ。魚をバリッと仕上げるにはもってこいだってね。ご飯と一緒にザクザク食うのもいいし、昆布茶に浸して少ししんなりさせるとまた違う食感が楽しめるんだ。君のお父さんはフランス料理の修行を？いや、それが俺にもよく分かんなくて。あ、どうも、いろいろな国で料理してたみたいだけど。なるほど。まさかおにぎりの具をフレンチの技で作るなんて、国境やジャンルにとらわれないなんて自由な料理だろう。そしてポワレは皮に厚みのある素材に向いている。鮭、そしてサワラはまさにぴったりの魚。相馬くんはそれを瞬時に見極め、メニューのアレンジを組み立てた。純白に輝くお米はさながら雪のよう。おそばです。